はい、どうも皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。ギルバト動画撮っていきたいと思います。今回の相手はギフ堂堂さんですね。よろしくお願いいたします。残りあと56分、どこ行こうかなって感じですけどもね。また風邪とかひいてないですか？大丈夫ですか？ね、ちょっと皆さん強そうで、皆さん苦戦してますね。やりにくそうなとこばっかりだわ。戦略がね、ありますか？いや。行きましょうか。なるほど。わー、もうむちゃむちゃやりにくそう。ね、よろしくお願いいたします。どっから行きましょうかね。ハープか。ですね。これはね、ジャワさんとか、ま、あれか、負けてる。じゃあ、ハープ。下は、これでいきましょうかね。ジャンヌやからな。ジャンヌハープで石張ってるかな。石張ってるかな。上も上で悩ましいな。悩ましいな。ね、下同時に行きたいな。落とせるのかな。これペルナとかで行ってみましょうか。ペルナで行ってみましょうか。上がですね、上ただの攻撃まずいのか。上は下こできるのかな。ゲージ変えられた時まずいのよね。挑発縦割りがないから、まあいけるかなって感じなんですが、爆弾かますか、かまされるか。ティアナ、クムーノ入れて行ってみましょうか。縦割りいけるかな。防御力上げてもいいのか。速度上げるか防御力上げるか。ダメージを食らうかやな。これでいってみましょうか。まさか爆弾は飛んでこないと思いますが、これでいってみましょう。はい、よろしくお願いいたします。いけるかな。はい、まあね、やっていきましょう。がされる。猿さんには多分来ないね。で、全部取った。で、落とすと。で、回復で、右からですね。まあこんな感じでいきましょうか。結構ね、リナ使いますね。リナさん使ってますね。スタン入る、取り除く。で、今ここからはオートでいけますね。これで攻撃力もマックス。はい、次やね、問題は。で、
はい、終わりましたね。ではここからまあ挑発ですね。まあどっちから順番に落とすかだけですね。反撃、ゲージ変わる、ゲージ変わってからが攻め時かな。この組み合わせね、結構ズルズルいくんで大変です。これはもう縦割りがつくか、つかない。どんどん回転していきます。ゲージ変わるかな、思いましたね。守った間にこっちを攻めて、で落とし切ります。でゲージが多分変わるので、落としましたね。はい、ございます。はい、ありがとうございます。グミヌンさん、ありがとうございます。 3.3 から 2.1.6 減りましたね。 1.6 ってことは半分以上で勝ちますね。じゃあ、しましょうか。ジャンヌ、パンダ、リテッシュ。なんで、そうですね、アルタ。パンダ、アルタ。防御が高いのか。カーリー、どこ行きましょう。どこ行こうどこ行こう。なあ、苦手やねんな、左がな。さっきここ行きましょうか。これはいつものこのパターンと、アイリスか。まあデバフ解除しながら一緒に攻めていく感じで、これでいきましょう。こっちでいきましょうか。で割り入るとまずいので、でいきます。これでいってみたいと思います。よろしくお願いします。結構このメンバーで速度がね、せやら速いんでね、ほんまいつも思うんだけど、ちょっと落とせばパンダ暴れたらちょうどいいぐらい取るんですよね。で、また打たない。で、使っときましょうか。で、爆弾ついて、 OK、 これで爆発で眠らせましょう。追われる。おっと、 OK、 一個つかせた、違う。回復間に合うかな。もう一回暴れると大きい。ほうほう、まあ、眠らして、起爆ボンバー取ってきますよね。はい、縦張り入る。で、これで、はい、一体失ってもいいです。んでここですね。まずここから、はい、寝坊客入った瞬間ここに持っていきます。でここでいきなり落とす、はい、で落とせばもうここまで、あとは反撃2枚つけてるので、どんどんやっつけていくだけです。こういう時にね、暴走意志じゃなくて反撃、反撃強いです。どんどん相手に返っていきます。これまあ普通にいきましょうか。でダメージ与える。でこれはこっちで
貧乏キャップつけば速度は上がらないです。どの試合もリーナ使ってるね。何持ったら毎回試合使ってるじゃん。前回のも多分使ってると思う。結構安パイでどこにでも頼りっぱなしですけど、トリプル入ると思います。抵抗高いパンダってあんね怖いでしょうけど、でこれで、まあ、1万ちょっと出て終わりですね。はい、ありがとうございます。これで試合は一応勝ち越しましたかね。三年総白さん、ありがとうございます。勝ちですね。1対1点ダンボヘッダーで、はい、これ勝ち決まりました。あとはチャレンジですね。これなあ、さあどこ行きましょうかね。これもやりにくいな。いいねー、やりにくいとこ多いでしょうけど、これも事故るやつやね。さあどこ行こう。速度33かグレゴ、これ行きましょうか。これはちょっと勝負、速度勝負、負けるかな。ちょっと行って勝敗見てみましょうか。速度、お、これは微妙やな。ちょっと行ってみましょうか。速度勝てるかな。速度33に対して勝てるか、これをちょっと試しましょう。風アーク、ラキューニー入れましょうか。ラキューニーとシールド、そうですね、グレゴがいてますんで、グレゴのパッシブがね重複されますね。ラーネ、ここ怖いですね。ペルナさん使うかですかね。火力で押し切るか、まあ、阻害で守るか。阻害でいきましょうね。阻害でちょっと守っていきましょうか。回復阻害が一番こういう時大きいですからね。ここはあえて抵抗でいきます。はい、勝負です。お願いします。速度取られた負けです。どこまで280まで持ってきたら相手の勝ち、270だとこっちの勝ち。さあどうでしょう。お願いします。チリモコさん取りましたけど間割れられへんかな。これも入られる時ありますからね。取りました。押し切るか。押し切りましたね。これはもうワンツースリーで、はい、取りました。問題はここ、ここから行きましょう。はい、ワンツースリーで、回復されるかな。あ、行きましたね。落ちましたね。落ちました。これはラッキーですね。防御はね、やっぱ怖いですから、ね。これはあえて、叫び入る。原則入るが祈りされるけど、この間にこっち行く。どんどんこっち攻めます。あと怖い、これが怖い。危ない。そのままか、危なかった。まだわからないけど、どんどん野球にでゲージと回復しましょう。で、阻害がついたら、阻害がついたらもう怖くないんで、しっかりと押し切る感じで、回復、縦割りの後のあの攻めも怖いですね。で、落とし切ると、
はい、ありがとうございました。ひもこさんありがとうございました。はい、まあなんとか最後勝ちましたね。なかなか皆さん強敵やったんですけどね。さあ今回のねちょっと防御を見てみましょうかね。ステータスちょっと読んだら、今日はリナさんの意欲使ってるリナのステータスをちょっと見てみましょう。リナ3体います。1体、2体、3体ですね。1体目は、まあ、体力とかで組んでます。抵抗とかで。2体目もこういう形ですね。1体ずつ見せたわけか。こういうルーンですね。2体目はこういう形です。3体目、絶望石です。こういう、これ結構刺さるんですよ。イランとかピンチな時に。一応これ抵抗値やと、ここね、ほんま抵抗変えれば上がるんです。素直にね。もうすぐ行きます。 3%。 ただここが最大 11% まで抵抗値いくんで、11、ここの11、11、11引くと、11、10引くと100いくので、ここの抵抗値 5% 置いといて、体力をね1000まで上げます。レジェンドジェムとレジェンド錬磨石足すことによって、あと500、要は最大1000近くまで上がるので、このパワーも 41,600 ぐらいあります。速度ちょっと遅めで防御が上がってる感じです。まあこういうステータスになってますね。テサはね、テサリオンもちょっと見ましょうか。テサリオンは石で組んでますね。石反撃反撃、結構使い勝手いいです。こういう形で、ここだけちょっと弱いんですけどもね。はい、こういった形で作ってます。はい、ということでね、今日の動画こういう動画になりました。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録と高評価の方を押していただけるとありがたいです。まだなんかやってほしいとか要望ありましたらお願いします。あと毎日20時からね、ワンコロさんタッチュンで YouTube 動画上げてます。ミラティブはね、たまーにやりますんで、お願いします。ちょっとやっていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。失礼いたします。じゃあね、バイバイ。